はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、龍です。龍ですじゃないな、榊龍也です。さあやっていきましょう。ペンディラムワールドに足を踏み入れていきましょう。我々もついに新世界への幕開けですよ。これは新しい時代の幕開け、ペンディラムデッキ、ペンディラム召喚。あ、ちなみにあのペンディラム召喚っていうのがあの何なのかわからない方はね、ぜひね概要欄にちょっと忘れなかったら貼っとくんで、あの私ペンデラム召喚っていうのは何なのかっていうのをあのなるべく簡単に説明したんで、そちらの動画ご覧いただければなと思うんですが、本日は、榊龍也くんの主人公エースモンスターオットアイズペンデラムドラゴンっていう最強のモンスターをね、主役に添えた、オットアイズデッキ組んできました。ですね、このモンスターがいわゆるなんだ、遊戯でいうとこのブラックマジシャンですね。このオットアイズペンディラムドラゴンっていうのがユウヤくんのエースモンスターで、まあ、このモンスターが、まあ、今後ねいろんな進化を遂げていくんですよ。例えば融合したり、エクシーズしたり、いろんな進化を遂げていくんですが、まあ、それのね大元となるね、オットアイズペンディラムドラゴン、通称オッピーと言われているこのモンスターですね。でペンディラムモンスターは、ペンディラム効果とそれから、まあ、モンスター効果を持っていると、まあ、要は、ペンディラムゾーンにセッティングしてペンデラムカードとして使うこともできるし、普通にモンスターとして召喚して、モンスター効果として使うこともできるということなんだけど、まずモンスター効果は非常に単純。このカードが相手モンスターとの戦闘で相手に与える戦闘ダメージは倍になるということで、相手の、攻撃記録を500以下にしてぶん投げれば勝ちです。なんで結構相性がいいカードとしては、例えば、まあ、生物を巡る戦いとか、なんかああいうカードとかとは結構相性がいいです。あとあの魔界の足かせとかね、あの攻撃力をゼロにするようなカードとか低くするようなカードとかと相性がかなりいいですね。で、ペンデラム効果が、このカードすごい強くてですね、まず、自分のペンデラムモンスターの戦闘で発生する自分への戦闘ダメージをゼロにできるよっていう効果と、あと自分のエンドフェーズ時にこのカードを破壊することによってデッキから攻撃力が1500以下のペンデラムモンスター1体を手札に加えるっていう効果を持ってるんですよ。この2番の効果がどれくらいうまく使えるかっていうのが結構このデッキの鍵になってくるんですけども、ペンデラムデッキのね弱点は何かっていうと、今現状のねサーチがないんですよ。いろんなさ、例えば、まあ、エアーマンだったらヒーローサーチできるとか、まあガジェットだったらなんかサーチできるとかいろいろあるじゃないですか。あのねペンデラム現状ねサーチがないんですよね。なんでまあ一応こいつエンドフェーズですけど、こいつサーチできるんですよ。これのこのサーチ効果をなるべくうまいこと使ってペンデラムスケールをうまいこと持ってきて、戦っていくっていう、そういうデッキになってますね。結構ね、やっぱりね、まだね、ペンデラム実装当初だから、ちょっと難しいですね。さすがに環境と渡り合うには、なかなか難しいところありますけど、これからですから、ペンデラムは。はい。なので、まあ、ペンデラムデッキっていうのは、どういう、まあ、デッキなのかっていうのを体感していただければと、いうふうに今回は思ってます。で、このペンデラムドラゴン以外にも、エースモンスターっていうのがいまして、まあ、それが何なのかっていうと、まずですね、セレクションで、追加されました、この、魔装蛇竜イーサルウェポン。この人ね、すごい強いですね。これすごい強いです、これ。この人。効果、ペンデラム効果はあんまりつかないと思うんだけど、このモンスター効果ですね。このカードが召喚、特殊召喚に成功したとき、要はペンデラム召喚とかに成功したときに、フィールドのモンスター1体を対象に、そのモンスターを除外すると。これが強い。で、なんでこの効果が強いかっていうと、ペンデラムモンスターだからなんですよ、これ。要するに破壊された場合、ペンデラムモンスターが破壊された場合、エクストラデッキに行くんで、次のターンまた出てくるんですよね。だからイーサルウェポンが除去って相手を、でまあ次のターン回収のターンやられました、また次のターンまた除去に出てくるんです。これはすごく強いです。結局ペンデラムモンスターっていうのはゾンビのように、エクストラデッキには行ってはまた出てきて、またエクストラデッキに戻ってまた出てきてっていう、そのなんか出し入れを繰り返す、反復横跳びを繰り返すモンスターたちなんで、まあ、通称ゾンビデッキって言われてるんですけどね、ペンデラムデッキは。なんでこれがすごく強いですね。でさらにもう一個セレクションで追加されたこれ、エクセントリックデーモン。これはね、まあ、聞いたこともある人多いんじゃないかなと思うんですけども、制限カードとかにもなってることがあるレベルのなんかめちゃくちゃ強い、モンスターなんで、これがねとても優秀、使い方が非常に広い。ペンデラム効果でまずサイクロンができます。このカード以外のフィールドの魔法トラップカードとこいつを、破壊できる、まあ、サイクロンですよね、まあ、もちろん自分のカードも破壊できるんで、自身以外だったら自分のカードも破壊できるっていうのも強いし、あとこのモンスター効果も強い。
これはあのならず者傭兵部隊の効果で、こいつをリリースするとフィールドモンスター一体を破壊できるよっていう効果なんですけど、これ要はペンデラムスケールにセッティングしたらサイクロンになるし、ペンデラム召喚とか普通に召喚したらならず者傭兵部隊になれるんですよ。だから 2個両方ともの効果が結構かなりぶっ壊れるレベル強いから、すごくね優秀ですね。まあちょっと3積みしてもいいくらいなんだけど、ちょっと枠がなくて、今回2枚になってますね。で、他には、ペンデラムデッキの、まあ、差がというか、結局スケールが難しいんですよ。スケールのセッティング、あ、例えばオットワイズペンデラムドラゴンだったらレベル7じゃないですか。レベル7ってことは要はスケールが8から、まあ、6以下の、ペンデラムスケールがないと特殊召喚ってできないんですよ。だからあのね、相性がいいカードをいっぱい入れればいいんだけど、今ね8以上のカードってあんま強いのないんだよね。まあ、もちろん 1とかのカードもそんなに強いのそんなにはないけど、やっぱね8以上が結構難しくて、今回は、この時読みの魔術師とあとこの流血の魔術師っていうこの2種類を入れてます。はい。でこの流血の魔術師と、流脈の魔術師、この2種類が、ストラクチャーでゲットできる、カードなんですけども、これまあバニラモンスターなんですよね。基本的にはバニラモンスターなんですけど、ペンデラム効果があって、例えばこっちだったら魔術師片方のもう片方のペンデラムゾーンに魔術師があれば、手札のペンデラムモンスターを捨てるとフィールドの魔法トラップカードを破壊できる、まあ、あの手札のペンデラムモンスターがサイクロンになるっていうことですね。でさらにこっちだったら、片方のペンデラムゾーンに魔術師があれば、手札のペンデラムモンスターを捨てると相手のカードをモンスターを破壊できる、表側の。なんでこっちでモンスターを破壊できて、こっちで魔法トラップ破壊できるんで、結構ねこのね流血と流脈を両方とも あのペンデラムスケールにセッティングするのすごい強いんですよね。しかもあのスケールが1から8っていうとても優秀なあのスケールをしているんで、これどのデッあのどのモンスターも出せます、このデッキの中のモンスターであれば。で星読みと、時読みはあのゆうやくんの魂のカードなんで、このスケールを使って基本的にはオットワイズペンデラムドラゴンも原作ではアニメではものすごいいっぱい特殊召喚していたんで、しかもまあそこそこ強いんですよね。例えば星読みだったらこれスケール、まあ、ちなみに片方のもう片方 あのスケールが魔術師かオットワイズじゃないとスケール4になっちゃうんで、すごい注意してほしいんですけど、これあのお互い の効果で、これ例えばこっちだったら、ペンデラムモンスターが戦闘家の場合、相手は魔法カードを発動できないんですよ、バトルフェイズ図中で。こっちだったら、トラップカードを発動できないっていうことを持ってるんですよ。だからこの両方を発動しておくと魔法トラップ発動できないんで、まあ、実質ペンデラモンスターがアンティークギアになれるっていう感じなんですね。だから、そこそこ強いで、このね天空の交際っていうこのカードがすごくねキーカードで、これね難しいんだよね採用枚数。これ初手に絶対欲しいカードなんですけど、でもね2枚はいらないんだよね、被るとすごい弱いから。なんでちょっと今回は2枚になってるんですけども、これ効果ね1番と2番一旦に一度なんですけども、まず1番目、自分のペンデラムゾーンの魔術師カードと、エンタメカードとオットワイズカードは相手の効果の対象にならない。つまりこのカードを発動しておけばコズミックサイクロンとかサイクロンとかされないんですよ。だから結局ねペンデラムデッキって何が辛いかっていうと、ペンデラムスケールにセッティングしたカードを破壊されたり除去されたりされることがすごい辛くて、あのゾンビデッキだからスケールさえ残ってればいけるんですよ、何回でも出てくるから。なんですけどそれのスケール自体を除去されちゃうとちょっときついから、それを守ることができるので非常に強いっていうことと、あと2番目これも強いんだよね。このカード以外の自分のフィールド上の表側表示のカードを破壊してオットワイズカードを持ってこれる、要はこれですね、これを今回は持ってこれる、これがすごく強いです。はい。で、あとはエクシーズですね。あのね今回新しく登場したこれ幻想の黒魔導士、これが実質エースモンスターでありますね。あのこのデッキのペンデラムドラゴンはもちろん出していきますし、もちろんこのイーサルウェポンとか出しますけど、このカードがすごく強い。ランクなら結構簡単に出せるんですけど、このデッキブラックマーシャンとかからよく出てくるモンスターなんだけど、これね1ターンに一度、素材を取り除くと、通常魔法使い族モンスター相手を手札で一回特殊感できるよという効果。そして2番目、魔法使い族の通常モンスターの攻撃宣言時相手のカードを除外できるっていう効果を持ってるんですよ。これがすごく強いですね、除去能力。このデッキって結局これは除去だし、これは除去なんですけど、他ってあんまりね簡単には除去できないんだよね。だから
そのペンデラムドラゴンを並べて、まあ、幻想の黒魔道士を出して、で通常魔法使いモンスターであるリュウマグロマジシュが出して、で除去していく、除外していくっていう、まあ、そういうね、除去方法を使っていく感じですね。で、スキルはペンデラムゲイザーっていうスキルを使っていまして、ね、これがまあどういうスキルかっていうと、いろいろね試したんだけど、だこれが一番強いかなと思ってる今のところ。デュエル開始時に自分のフィールドにペンデラムゾーンを追加するっていう効果ですね。なので要は魔法トラップゾーン以外のところにペンデラムゾーンを置けるっていうところですね。まあ、これなくてもいいんだけど、最悪別に今回降格しかないから、魔法トラップがなくてもいいんだけど、自分のペンデラムゾーンに星読みの魔術師か時読みの魔術師が存在している場合、3ターン目以降に一度だけ自分のエクストラデッキから表側表示のペンデラムモンスターいた手を加えるっていう、エクストラから1枚持ってこれるんですよ、カードを。で、まあ、そのターンスケールは発動できないんだけど、ペンデラム召喚はできるんですよ、持ってきたモンスター。だからこれがね、まあ、一応ちなみにスキルの縛りはあるんですけどね、これ攻撃9枚以上存在するデッキアドトラコーダーみたいな縛りはあるんですけど、これね、まあ、デュエルレンクスもご多分に漏れずちょっと、ペンデラム召喚には若干の規制が入ってまして、エクストラデッキから出てくるペンデラムモンスターは1体までしか出せないっていう、そういうルールなんですよ。要はエクストラデッキにめちゃくちゃいっぱいモンスターを貯めて一気に召喚するっていうことはできないですね。エクストラデッキから出てくるペンデラム召喚は1体までっていう、まあそういうルールなんで、だからエクストラデッキに行ってしまったカードをこのスキルで手札に回収するっていうのは強いんですよ、非常に。手札からだったらいくらでも出せるからね、っていう、そういうスキルですね。はい、ちょっと説明がねすることが多すぎてまだまだ説明し足りない感じあるんだけどまあちょっと今回はこのぐらいにしてね、早速ねデュエルをご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。これが今の俺。さあお相手遊戯さん、遊戯さんじゃないですか。さあデュエル、デュエル行くぜ行くぜ遊戯さん。これが新しい時代の召喚方法だぜ。ここだ、見せてやる。モンスターを攻撃表示で召喚。ロット何モンスター、ブラックマジャンデッキやばい、陣波されるやばいぞ、陣波されるやばい、ちょっと先行取られたらきついぞこれ。いやでもそんな言うて、まあ、ちなみに幻想の黒魔導士っていうモンスターが追加されたんで、多分ブラックマジシャンデッキもね一応強化はされてるんですよね、まあ、言うてその別に陣波だけであのデッキは完結するから、なんか幻想の黒魔導士いたところでみたいなとこあるけど、まあ、一応もう一撃できるって強いね。ブラックマジシャンいいでしょう。ブラックマジシャンが出てくる、しかもなんかよっと、マジチャンス、これはチャンスだ。なるほど、とりあえずオッピーをペンデラムスケールにセッティング。フィールド魔法天空の交際を発動、天空の交際の効果発動。オットアイズペンデラムドラゴンを破壊し、オットアイズペンデラムドラゴンを持ってくる。一見無駄のように見えるこの動き、実はこの動きが非常に重要。そして、こちら流血の魔術師の効果、ペンデラム効果により相手の魔法カードを破壊する。さらにレベル2からのモンスターを同時に召喚可能。魂のペンデラム、天空に描け光のワーク、ペンデラム召喚。現れろ俺のモンスターたち、惜しくもオットアイズペンデラムドラゴン。惜しくも美しく輝く二重のマルコ、今こそ現れろオットアイズペンデュラムドラゴン。そしてさらにオットアイズペンデュラムドラゴンを特殊召喚、さらにレベル7のモンスターが2体でオーバーレイエクシーズ召喚。これが遊戯さんのエースモンスターらしいですね。僕の方が先に出してすいません、僕の方が早かった。幻想の黒魔導士の効果発動、デッキから通常魔法使いのモンスター1体を特殊召喚。バトルフェイス、バニラ魔法使いが攻撃宣言をした場合、黒魔導士の効果によって相手のカードを1枚ゲームから除外する。うわー、対戦ありがとうございました。レディースエンドジェントルメン、はい、最強今の俺レディース。戦いの殿堂に集いしデュエリストたちがモンスターと共に血を蹴る血を前、俺のターン、フィールド内を駆け巡る。これぞデュエルの最終進化系アクション
デュエル超獣武者。はい毎回毎回デュエルするみたいな、この掛け声を皆さんも言うとしますね。ペンデラムデュエルっていうのはね、ペンデラムデュエルっていうか、まあ、アーカイブデュエルっていうのはね、あのクソ投げクソ投げ、なんかなんだ、デュエル前の儀式みたいなやつがね、毎回毎回ありますからね。今のセリフね、必ず言えるようにしましょうね、皆さんね。超獣武者ソウル、あ、岩戸、いいだろ、岩戸いいだろ、岩戸、なんで天の岩戸くれんの、岩戸氏となんか関連してる。すごいな、これがあんたの本気か。デリフで遊んでいこう。仲裁強いな、やばい、最強ムーブだ。岩戸押し仲裁、やばい、グローブ強い、グローブは強い、フィールドから墓地に送られた。グローブは強い。岩戸押しの効果発動、岩戸押しの効果発動してトラガイを持ってくると、まあ、シンクロ次元か、まあ、ビッグ免許出せよ。はい、トラガイいいだろう。ちょ、投げんだよな超獣武者くん。展開が相変わらず長いですよね。ビッグ免許出したら一瞬で展開止まるんでね、嬉しいんですけどね。新キロしだすとめちゃくちゃソルティア長いっていう。はい、ムサスイいいよ、ムサスイいいですよ、ムサスイ効果発動で墓地の中何らかの、超人武者を回収できるという効果。はい、ホラがいい回収、いいだろう、グローブ効果いいだろう。いや長いですねここから。はい、ホラがいい回収して、でですね、ターンエンド、マジターンエンド、マジ。そしてと時読み来た、分からせるか、時読みの魔術師をペンデラムスケールにセッティング。そしてオットアイズペンデラムドラゴンをペンデラムスケールにセッティング。これで俺は5から7のモンスターが同時に召喚可能、ペンデラム召喚、言うと魂のペンデラム天空に開け光の枠、モンスターを特殊モンスター効果発動、魔装蛇竜イーサルエポンは特殊召喚に成功した場合、相手のモンスター1体をゲームから除外することができる。カードを1枚セット、カードをセット、バトルフェーズ。これグローブ1回使わせようかな、効果あるし、まあ、グローブ使わせてか、グローブ使わせよう、ダイレクトアタック、うわ、相手モンスターの直接攻撃、はいはい、で攻撃力がゼロになっていく、それはしょうがない。効果発動、ゴンちゃんやるね、ゴンちゃんやるね、これによって星読みを持ってくるぜ。これで時読み星読みの最強の最強のスケールがセッティングできるぜ。さあお前のターンだ、権限坂。俺は伏せカードに狡猾な落とし穴とかいうチートカードがセットされてるぜ。気をつけるんだな気をつけろ権限坂、超獣武者やげえな。あー、やっと動いた。はい、グローブ、はい、グローブくんいいよ、グローブくん、またグローブ、ちょ、グローブ引きすぎじゃない、ホラがいい、はい、グローブ引きすぎなんだが、今のでよくあれでも耐えたなあいつ。はい、でホラがいい、グローブでムサスイ出てくる、いいだろう、ムサスイいいだろう、シンクロ召喚に成功した、効果発動、墓地のムサスイの効果発動、何らかの超獣武者を一体回収できます効果、墓地へ送られたグローブ効果で、またデッキトップいじりますよ効果。デッキトップいじるの待ってるのちょっと長いから、あんまり好きじゃないこの時間わかる、超獣武者、はい、ビッグワラジー、ほ、ビッグワラジー、なるほど、包括でしょせばいいな。イースタルウェポンもね、天空の個性が来るとね、イースタルウェポン自体を叩き割るっていうことができるんで結構強いんですけどね。これはここ、いや、岩通し多分装備してくる、岩通し装備、はい、チェーンします、岩通しの効果発動、はい、ここチェーンします、はい、分からせます、超獣武者に装備する、行くぜ権限坂、これが遊戯王デュエルリンクさ。俺はリバースカードオープン、狡猾な落とし穴の効果を発動、お前のフィールドのモンスターをめちゃくちゃいっぱい破壊するぜ。そしてその効果に支援し、さらに俺は狡猾な落とし穴の効果を発動、残念でしたね、悔しいでしょうね、悔しいでしょうね俺はこれでターンエンドだ、俺のターン、ドロー、エキセントリックデーモン、なるほど、とりあえず星読みの魔術師をペンデラムスケールにセッティング。これでレベル2から7のモンスターが同時に召喚可能、うん、なるほど、これが今の俺にできる全力だ。こうしてペンデラムゲイザーの効果、エクストラモンスターゾーンのとりあえずペンデラムドラゴンを手札に加える。そして
俺はペンデラム召喚宣言。揺れろ魂のペンデラム、天空に描け光のアーク、ペンデラム召喚。魂のペンデラム、天空に描け光のアーク、惜しくも美しく、オッドアイズペンデラムドラゴン、いきまーす。惜しくも美しく輝く不退路の眼、オッドアイズペンデラムドラゴンをペンデラム召喚。そしてさらに魔装蛇竜イーサルウェポンを特殊召喚。いえ、特殊召喚、間違えてあのハイにすると自分のモンスター除外されるんで気をつけてください。ダイレクトアタッカーいけ。うおー、時読みと星読みの効果によって相手はペンデラモンスターが戦闘を行う場合、魔法トラップカードを発動することはできない。ちなみに相手の敵は魔法トラップカードがないからほとんど意味がない効果だぜ。意味ねえじゃねえか。星読みと時読みの方が意味ねえぞこれ。さあ皆様ご注目、これより我が一座が誇るペンデラム賞をご覧いただきます。おい、あ、何ですか、まだ残ったスキットわけではない。カード1枚セットだった。おいおいおい、大丈夫か、権限とかそんなことでいいのか。これちょっと最強ムーブ見せるわ。エキセントリックデーモン召喚して自分のイーサルウェポンと巻き割るっていうやべえムーブ見せます。モンスターを召喚、エキセントリックデーモンの効果を発動、フィールド上のモンスター自分のモンスターと叩き割るぜ。そしてペンデラム召喚。強い魂のペンデラム、天空に描け光のアーク、ペンデラム召喚。俺のモンスターたち、魔装蛇竜イーサルウェポンの効果発動、相手のモンスター一体をゲームから除外していく。うわー、螺旋のストライクバースト。残念だったら権限坂、お楽しみはこれからだぜ。さあお相手の方、ユーマくん。お、なんだこれ、追悼オノマか、期待に応えるのが追悼オノマか。あー、割と反応強えな。私のターン、とりあえず煽るか、とりあえず煽ろう。楽しみはこれからだ。モンスターを召喚、レディーズエージェントルメン。ああ、照らない。もうカリカリしないで。煽り能力高くていいわ、ゆうやくん。好きだわ。めちゃくちゃ好きだわ、ゆうや。煽り能力すげえ高くてめちゃくちゃ好きだわ。あ、何？貴様、無駄あれか？なんかレボンズチェーンとかそのなんだっけ、神聖なるテラナイトとかそういうカード伏せてんだろう、どうせ。うっとうしいな。バトライムズ。何？あ、デルテロも来るか？デルテロも来るのがいいだろう。デルテロもいい。はい。はい、デルタテロといいです。バカめ。ゼアル次元なんかに負けるか、ペンデラム次元か。これが新召喚方法なんだよ。そうですね、ペンデラム召喚してぶん殴りに行きますよ。あれ、イーサルウェポン、別に破壊してもいいか。イーサルウェポンだと。とりあえず、10メートルの前足にペンデラムスケールにセッティング。あ、なんだ、コズミックサイクロンやめろ、コズミックサイクロンやめろ、いや、それもやめろ、それもやめろ、ペンデラムスケール設置するの向こうにすんな。うっとうしいわー、うっとうしいわー、うっとうしいわ、どうして俺に気持ちよくデュエルさせねえんだ。それはどうかな。あ、いいだろう。何、しつこいぞ、しつこいぞ、デルタテロス。まだいける。流血がいるから、おっ、怖い、ペンデラドラゴン、ペンデラムスキャンにセッティング。この瞬間、そんな、リバースカードだ、カウンタートラップ発動。この瞬間、モンスター効果発動。いけ、くっそか、くっそか、それはどうかな、この、